どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2022年版 ANA カード解説プラチナカード編ということで動画ねやっていきたいと思います。ということで今回はね、ANA カード解説のプラチナカード編ということで、今までですね、一般カードとね、ゴールドカード、やらせていただきましたけども、今回ねプラチナカードということで、一般カード編とゴールドカード編ね、見られたい方はですね、ぜひねそちらもチェックしていただきたいなと思うんですけども、今回ねプラチナカード編ということで、まあ大前提としてね覚えておいていただきたいのは、このプラチナカードっていうのは年会費が高いっていう風になりますんで、あの年会費のね元をね、まあ、取るっていう感じではなくてですね、まあどちらかというともうステータスカードっていった形になりますんで、まあ元を取ってなんぼっていった形でね思っている方はですね、なかなかねお勧めできない感じになるかなというふうに思いますので、まあこちらをね考慮していただいて、今回の動画ね見ていただければなと思います。それはですね早速ね、解説入っていきたいなと思うんですけども、ちょっとね私の方で特典ねまとめさせていただきました。 ANA ビザプラチナプレミアム、 ANA JCB プレミアム、 ANA ダイナースプレミアム、 ANA アメックスプレミアムカードということで、券面がですねこんな感じになっております。皆さんねどのカードがね好みですかね。ちょっとね ANA アメックスプレミアムカードね、あの黒くてねいいなって思う部分もちょっとあるんですけども、このアメックスのねマークがちょっとあのせっかくのねこの黒い色にねあのちょっと目立ってますよね。ですんで私は券面パッて見ると ANA ビザプラチナプレミアムですかね、一番かっこいいなと思うのは。で年会費なんですけども、年会費ビザが8万円、 JCB が7万円、ダイナースが15万5000円、アメックスが15万円ということで、これに全部ね税金が乗ってくるっていう風になりますんで、だいたい8万円から17万円ぐらいですかね、年会費がかなり高いですよね。まあその中でもね年会費は JCB がね一番安いっていう風になりますんで、まあ一番安いカードでプラチナカードがね欲しい方はですね JCB がねいいのかなと思います。でですね、あの見ていただければ一目瞭然なんですけども、ダイナースとアメックスだけね年会費がめちゃくちゃ高いんですよね。もうこれ税込み入れると17万と16万5千とかですよね、かなり高いですよね。ですのでまあこの2つはね本当にこのプラチナカードの中でもこの2つはちょっと別格みたいな感じですよね。まあ倍ぐらいのね年会費がしますんで、まあこれが欲しいみたいなね特典がなければですね、まあこの2つのカードがね選択肢に入ってくるっていうのはなかなかないかなと思うんですけども、基本的にはですねビザか JCB がねいいのかなと思います。でお気づきの方もね多いかなと思うんですけども、 ANA のねプラチナカードってマスターカードのブランドねないんですよ。これなんでないのか分かんないんですけども、まあ、ANA のねプラチナカードにはですねマスターカードがねないって言った形になってるんですよね。でまたね、ANA ダイナースプレミアムカードのみですね、こちらは招待制のねカードっていう風になっておりますんで、基本的にですね自分からね申し込むことはできなくてですね、 ANA ダイナースを発行していただいて利用していると招待が来るみたいなね、まあそういった感じになります。まあね、あの自分からダイナースに電話して、まあ突撃でね電話して発行したいみたいなこともね、まあできるようなんですけども、一応基本的にはですね招待制のカードっていった形になります。で次にね年会費の加速カードの部分なんですけども、 ANA と JCBだけね、あの有料、まあ、4000円プラス税金がねかかるっていった形になっておりまして、ダイナースとアメックスの場合は家族カードがね無料っていった形になります。でアメックスの場合はですね家族カード4枚まで無料っていう風になっておりますんで、でこのカードはですね、まあ、全てね SFC につけることができますんで、まあ、アメックスの場合であればですね5人家族まで本会員でか、そうですね5人家族までねあの SFC ね与えることができるっていう風になりますんで、まあ、こう考えるとねかなりすごいですよね。まあ年会費がね高いカードは家族カード無料っていった形になります。で次にね還元率なんですけども、 ANA ダイナースプレミアム以外はですね基本還元率が 1%、 ダイナースに関しては 1.5% 還元っていう風になります。で ANA アメックスプレミアムカードだけですね、こちらね最高還元率も基本還元率もね 1% っていう風になりますんで、 ANA アメックスのねゴールドカードとプレミアムカードね還元率同じっていう風になるんですよね。まあ航空券決済する時だけちょっと違うんですけれども、基本還元率と最高還元率はね同じっていう風に
なるんですよね。で、ANA ビザプラチナプレミアムカードはですね、三井住友カードが、ね、発行しているカードっていう風になりますんで、マイペースリブを、ね、併用していただくと最大還元率は 1.8% 還元ということで、かなりすごいですよね。またね、 JCB の方はスターメンバーがねありますので、こちら前年決済ね300万円していただくとボーナスポイントがねもらえるっていう風になりますんで、それを考慮するとですね、最大還元率は 1.375% っていった形になります。やはりね、 ANA ビザプラチナプレミアムカードはですね、マイペースリブね併用は必要なんですけども、 1.8% 還元ということですごいですよね。多分ね、私が知る限り還元率が一番高いカードこれなんじゃないですかね。多分ANA ダイナースのプレミアムカードも一応 2.5% って書いてあると思うんですけど、これね、あれなんですよ、 1.5% 還元で ANA グループの決済だけ 2.5% 還元っていうね、ちょっと特殊なカードっていう風になってるんで、 2.5% だからどこで買っても 2.5% みたいな感じにはならないんですよね。ですので、ANA ビザプラチナプレミアムのね、この最大還元率 1.8% っていうのはかなりねいいところだなっていうふうに思います。で、 ANA のね航空券決済時なんですけども、ビザと JCB はですね100円で3マイルがね貯まるっていうふうになっておりまして、ダイナースとアメックスはですね100円決済で 4.5 マイル貯まるっていう感じになるんですよね。100円で 4.5 マイルってかなりすごいですよね。で、ANA アメックスのねプレミアムカードが100円で 4.5 なんですけども、ビザと JCB がね100円で3マイルですよね。で、この ANA アメックスのゴールドカード、前回ね解説しましたけども、3万4100円の年会費なんですけども、 ANA の航空券決済するときは100円で3マイルがね貯まるカードっていう風になっておりますんで、やっぱりねこうやって表で見るとですね、航空券決済ね100円で3マイルが貯まる ANA アメックスゴールドっていうのは、やっぱりね ANA の航空券購入される方だったらね、結構いいクレジットカードになるんじゃないのかなっていう風に思いますよね。まあこちらね、ビザでも JCB でも年会費が8万円7万円とかね、そこら辺払ってもですね、航空券の決済のね還元率は100円で3マイルっていう風になりますんで、 ANA アメックスゴールドのね還元率の ANA 決済時にはなりますけども、還元率の高さね、かなりいいのではないのかなと思います。それでは次にね、ポイントと有効期限なんですけども、ポイントはですね、まあポイントはいいですかね、ビザだったら三井住友カードということで V ポイント、 JCB はオキドキポイント、ダイナースはダイナースポイント、アメックスはアメックスリワードポイントっていった形になっておりまして、ポイントのね有効期限ですね、 JCB とビザに関しては4年5年ということで、まあここまあ4年5年あればですね、まあほとんどの方ね平気なんじゃないのかなと思うんですけども、もしね有効期限がない方がいいのであればですね、まあ右の2つかなっていう感じなんですけども、まあANA アメックスの一般カードゴールドカードね、どちらでもねポイントの有効期限ねなくすことができますので、まあポイントのね有効期限気になる方はですね、 ANA アメックスの一般カードとゴールドカードね、そちらも検討していただいた方がねいいのかなと思います。またね、ポイントの移行費用であったり上限みたいなのもですね、こちらプラチナカードということでどのカードもねないって言った形になります。で、 ANA のプラチナカードということで年会費はね高いんですけども、入会した時と更新する時それぞれね1万マイルもらえるんですよね。いやーすごいですよね。これでねファーストクラスの特典航空券の足しにとかねすればですね、まあ年会費はね高いですけども、かなりいいですよね。で、次にね旅行保険なんですけども、基本的にねプラチナカードということでどれもね充実しております。で、細かくね知りたいっていう方はですね、公式サイトね見ていただければなと思うんですけども、国内旅行も海外旅行も基本的にね自動付帯で保証入っているっていった形になります。で、次にねレストラン特典なんですけども、まあ、プラチナカードね利用される方はね、こちら結構利用する方多いみたいで、レストランで2名分のコース料金をね利用していただくと1名無料になるっていうね特典なんですけども、まあ、こういった形になっておりまして、 JCB とアメックスはねこちらないんですけども、ビザとねダイナースの方はあるっていった形になります。で、次にねプライオリティパスなんですけども、こちらもねカード会社によってね
変わるって言った形になっておりまして、 JCB はね本会員っていう風になっておりまして、それ以外のねクレジットカードであれば本会員と家族会員ね、こちらプライオリティパスね入れるっていう風になりますんで、まあちょっとね海外行けないのでなかなかね利用する機会がない特典にはなってしまうかもしれないんですけども、まあプライオリティパスもね年間何回でもね入れるようになってますんで、これはねいいですよね。またねダイナースの方は、まあ、ダイナースということで別でねダイナースが利用できる欄にもねこちら利用することができるっていう形になります。またね帰国時のね手荷物宅配サービスなんですけども、ビザとマスターはね優待料金っていう風になっておりまして、ダイナースと、アメックスはですね無料でね利用することができます。でねプラチナカードということで、共通特典がね結構あるんですよね。まず国内線の ANA ラウンジがねこちらカードを持っているだけで入ることができます。またねプラチナカードということで、どのカード会社もですねプラチナコンシェルジュっていうのが利用できて、 ANA のね国際線乗られる際に国際線ビジネスクラスチェックインカウンターがね利用することができます。こちらエコノミークラスでもビジネスクラスがね利用することができて、フライトボーナスがね 50% 付与されるっていった形になります。まあこの中でもねすごい大きい特典としては、国内線のね ANA ラウンジがこのクレジットカードを保有しているだけで入れる点ですよね。これがねプラチナカードの一番の特典かなというふうに思うんですけれども、まあプライオリティパスではないので、ANA のね、搭乗する際にしか利用することはできないんですけども、ANA ラウンジね、本来はステータスを持ってる人、プレミアムクラス搭乗者とかしかですね、こちら、あと有料の場合も利用できるんですけども、まあ、そうじゃなくてもですね、クレジットカード保有していただいて、ANA の便乗るだけで、ANA ラウンジね、全国のが利用することができるっていう風になりますんで、まあ、どこの空港でもですね、ANA ラウンジね、利用されたいけど、まあ、主要とかね、そういうのはしたくないっていう方はですね、プラチナカードで発行するのもですねいいのかなと思います。注意点としてはこちら ANA ラウンジね、国内線は利用できるんですけども国際線は利用できないんですよね。ここね注意していただきたいなと思います。国際線のね ANA ラウンジって国内線とちょっと違って、まあ、食事があったりねしますけども、国内線しかねこのプラチナカードではね入ることができないので、まあ、この点はね注意していただきたいなと思います。まあそれでもですねこれからねSFC 修行する方で、まあ、どこの空港でもねラウンジ利用しながらステータス修行したいみたいな、まあ、そういった方もですねこちらのクレジットカードね発行するのもですね、まあ、悪くはないのかなと思います。まあどこの空港でもね ANA ラウンジさえあればね利用することができるっていった形になりますんでね、こんなところですかね。まあ、今回ねプラチナカードね解説させていただきましたけども、本当にねプラチナカードってたくさんの特典がありますんで、今回紹介しきれなかったね特典とかもありますので、まあ、もしね気になる方は公式サイトねよくチェックしてからですね発行ねしていただければなと思います。ということで今回ですね2022年版ですね ANA カード解説プラチナカード編ということでやらせていただきましたけども、まあ個人的にはですね年会費と還元率とかで、まあ、そういうのを考慮すると ANA ビザプラチナプレミアムがねいいのかなっていうふうに思いますかね。還元率も 1.8% ですし、まあレストラン特典もね利用することができますんでね、やっぱり最大還元率の 1.8% 還元やっぱりすごいですよね。ほとんどもう100円で2マイル貯まるようなもんですよね。まあここまでいったらちょっと言い過ぎかもしれないですけども、やっぱり還元率がね高いですし、ここまでね還元率を高められるカードもねありませんからね。で今回ね紹介させていただいたんですけども、 ANA アメックスプラチナプレミアムっていうこの15万円プラス税金のクレジットカードありますよね。このクレジットカードだけですね、さらにね特典がありまして、別でね年間、500万円決済すると3万スカイコインがねもらえる特典がついてるんですよね。また航空券、 ANA の航空券ですね、で ANA の旅行商品をね100万円利用するごとにですね5000スカイコインがもらえたりですね、またですね先日ね発行させていただいたこちらのアメックスプラチナカードありますよね。こちらのカードはですね
更新するとフリーステイギフトっていうホテルのね宿泊券がもらえるんですけども、まあこれ結構知ってる方いらっしゃると思うんですけども、この ANA アメックスプレミアムカードもですね、このフリーステイギフトねついてるんですよね。まあ年間15万円プラス税金ということで16万5千かな、結構年会費高いですけども、このカードにもねフリーステイギフトついてるんですよね。まあこちらね結構知らない方もいらっしゃるかなというふうに思いますので、一応ねこちらもついているっていった形になります。で今回ですねプラチナカードまでね、あの一般ゴールドプラチナということで、次ね番外編ねやろうかなっていうふうに思っているわけなんですけども、 SPG アメックスね先日こちらの動画で話した通り発行終了するかもみたいなね話なんですよ。でどうやらねもうデスクの回答で券面変わりますみたいな話をいただいている方も中にもいらっしゃるので、まあ多分ねおそらくですけども8割9割ね SPG アメックスね変更になると思いますので、これなるとねまたちょっとこの番外編の内容もね変わってくるかなっていうふうに思いますので、ちょっとね次の番外編に関してはもうしばらくね期間置いてからね作ろうかなっていうふうに思っておりますので、この点もねご了承いただければなと思います。ということで今回のはねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。